ピラ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  え、プーさんこんばんは。前回姉がため息や下打ちを3回連続続続けてするなど相談したものですと。経過報告と相談がありますと。まず相談、あ、まず報告は、寝れるようにピローミストを探して試していましたが、実家に引っ越して猫を飼っているため、使用を中止していますと。代わりに猫の匂いとお母さんの匂いを嗅いで寝るようにしています。かっこマザコンではないです。 33歳のお母さんはえー、まあ二十歳で産んだとしても53歳ってことねそうするとお母さんの匂いは加齢臭かな、まあ、ということでね加齢、えー、臭を嗅ぎながら寝ていると、えー、この2つの香りを嗅ぐと幸せでよく寝れるような気がします。また えー、気圧レギンスを履いて寝ると気持ち寝やすいと感じています。えー、次に相談ですが、えー、仕事についてです。ハンドメイドのレジ,レジンやドライフラワーを使ったアートをしてみたいと思っています。 ハードメ,イハンドメイド作品で生計を立てたい場合どれぐらいの期間赤字覚悟でいた方がいいでしょうかよければ相談に乗っていただければ嬉しいですよろしくお願いしますということで通話できるんでしたっけあ通話できましたかけてくださいかけてくださいはいもしもしはいもしもしあーもしもしどうもこんばんはこんばんははいえっ、ー、と何でしたっけえっ、ー、とどのぐらい赤字を覚悟するかってことですかはいまずた ちなみにどのぐらいの単価で売ろうとしてるんすかえっと、はい。例えば、ピアスとかうんのアクセサリーは、うん。はい、うん,うんと、そうですね、そう、ああ、そっか、送料抜きで、500円ぐらいで売りたいなって500円。はあ。はい。なるほど。 五百円で売ると。で、それを。例えば、どこで売るんですか。メルカリとかでやるんですかね。そうですね。メルカリや。<う>えっと、なですか。あの。ハンドメイド専用の。うん、ミンネとか。あ、そうですね。ほうん、そうすると。じゃあ、まあ、メルカリってテンパーだっけ。テンパーだったとして、じゃ、あ五百円のテンパーだから、四百五十円入りじゃないですか。で、まあ、送料相手持ちだったとして。うん、えっと、五百、はい、円ですよね。 で、えっ、ー、と500円ってことはえっ、ー、とー1,000個売って50万っすよ。はい。はでで、えー、逆に言うと200個売って10万っすよ。はあーなるほど。で、はい、もっと正確に言うと9万っす。っていうね9万円じゃないですか。はい。 だから九万円ってことは二百個売って九万なんですよ。いはい、はい、月に二百個作れます？いやー難しいです。そうすると、そ単純にその計算すりゃいいだけです。ああなるほど。はい。だ単価五百だとしたら、まあえっ、ー、と二百個売ってえっ、ー、とまあメルカリで売るんだったらテンなんでえっ、ー、と。 そうするとえっ、ー、となんだっけそういうことですよはい9万円しかないですよ2 0 0百個売ってですよ200個売って9九九万円ですっていう、はい、そうでしかもえっ、ー、とそれにえっ、ー、とまあ原価なのか原価で計算するのかそれとも えっと、材料費で計算するのかわかんないですけど、はあ。はい。要はじゃあ、例えば材料費がどのぐらいかかるのかっていう、じゃあ、例えば一番最初にじゃあ、いろんな道具揃えたとして、それをじゃあ、えっ、ー、と、最初の初月の、じゃあ、初月じゃなくても、じゃあ、最初の200で、ね、10万円分の200で割るとしたら、じゃあ、最初に用意する道具が、じゃあ、レジンで言うと、えっ、ー、と、UV の、 えっと、ライト固めるための UV のライト。で、レジン、その本体、はい、型、なんじゃかんじゃ揃えたとして。はい、じゃあ、まあ、最安でやったとして、1万、まあ、2万、2万、3万、3万ぐらいだとしましょう。そうすると、3万を、はい、じゃあ最初の10万円から差し引いて、あ、じゃあ10万円っていうか、じゃあ200個から差し引いて、 えーと単価500円の200個から差し引いてえー、と、えー、6万じゃないですかで要はそれが次から順まあそうっすねその道具とかはいらないからあとはレジンの液とじゃあ染料とじゃあ飾りとなんじゃかんじゃって考えたとしてじゃあそれがそれを割っていくっていう話なんですけどっていう。はい だからどのぐらいを稼ぎたいのかっていうところにもよるし月はいだ大体どのぐらい稼ぎたいんですか月にうん<ー>はい20万は稼ぎたい20万ってことは単価500でえっ、ー、と450個っすよはい450個月に作れます 四百五十個だと、はい、うん、インと一月二十日稼働だとすると、は<あ>、二十二三個、一日？あ、そうです、すうん、あれ？一日二十二三個作れます？ 正直作れないことはないんですよね。やり方によっちゃう。あの,、はい、あの工程工程ごとに全部分けちゃえばいいんで。一個一個作ってくってなると量産する体、はい、量産するきに一個一個作るんじゃなくて一、はい、個一個完成まで持っていく完成まで持っていくっていうんじゃなくてあの工程まとめちゃえばいいんですよ。っていう。なるほど。そうすりゃまあそんなにむずい数字でもないですけどっていう。 ああ、なるほど、うん、ただうんそうそういうことあのベースとなる型,型のやつが一番最初にたくさん買わなきゃいけないっていうああ、そっかうん一気に二十何個作れるようにっていうだから工程まとめちゃえばあ,<ん>あのまあ作れない数字じゃないですけどただ問題なのはそれだけまあねハンドメイド のじゃあアプリ出すとするとハンドメイドのものがいっぱいあってでそれをハンドメイド始めた初心者の人がどんだけそこに食い込んでいけるかっていうところもあるしっていうだからその SEO 対策とかっていう、うん、まあ SEO 対策は正直まあメルカリとかそういうところでやるんだったらあんまり必要ないけどだからどういうふうに何をどうやって運用していくか例えば SNS を運用していくのか例えばじゃあ YouTube でそれで広告も。 込み込みでっていうことにするのかどういうふうにしていくのかわかんないですけど、はい、だから単純にブランディングの問題と単価の問題とやり方の問題っていうことですけどはい単価500で月20万売り上げるの相当きついっすよ。それは本当。うんうん どういった意味っていうのは、えー、と時間と、えーはい、あとどんだけそのあなたの作品が月400個売れるぐらいまで、はい、どんだけあなたが拡散できるかってことですね。うん,ん、うん、単純に。 見つ,かな見つからなきゃ意味ないしで見つかってもいいなって思われなかったら意味ないしで、はい、ハンドメイドやってる人なんて特にあのコロナがあってからあのハンドメイド始めた人めっちゃ多いんですよハンドクラフトハンドメイド始めた人。はい、でそうなった時にじゃあどうやってそこを差別化するか他の同業他社とどういうふうに差別化するかっていう話です。 はい、うんでそうそうそうあの置いてくれるお店とか例えばあの実店舗に置いてもらうとか単純にネットだけに限らずにあのーはい、例えばじゃあ雑貨屋さんとかアクセサリー屋さんとか,なんかそういうところにど,どの程度こうなんですかね実店舗に置いてもらえるかっていうところで結構勝負でするけどね。っていうね。はい、だから ただ月400個っていう数字って、はい、結構人気作家っすよ多分そうだっ。っていうところでだから月400個売るのにネットだけじゃ絶対に無理っすね。はい 今の段階ですよだから半年以内1年以内っていうところでは絶対に無理っす月400個はネットだけはだからさっき言った実店舗っていう実店舗で置いてもらえるお店をどんだけ確保できるかっていう、はい、だって作品があってもあぶれてたら意味ないわけで自分のところに在庫として抱えてても意味ないわけでああはいそうだからどんだけの人の目に触れられるかっていう ことだったりするんではい、はい、だからそこの対策を練らないといけないですねっていう感じですか。というん、はい、そう。だから、えー、と今これ全部俺があのお伝えしてしまうのは多分あなたのためにならないんでその辺多分一回煮詰めていただいて。 でそれでその中で、えー、とこういうふうに思ってるこういうふうに考えてるとかっていうところであのこれはどうですかあれはどうですかっていうことに関してはそ相談に乗れるっすけどあの今この段階で俺が全部そこをやると俺がプロデュースしてるって話になるんでだからもうちょっとちゃんとリアルに考えてからじゃないと相談乗れないっす。 はいうん、だって今実際自分が「じゃあ単価いくらですか?」って聞いた時に即答できなかったところとでじゃあねあのそこの先の計算ができてなかったところがあるんでそもそもまず、えー、と俺が相談に乗れる段階じじじゃなないいいかかかっってて感感でですすはわ、い、りましたうねだから、はい、そこら辺のところをどういうふうに考えてるのかをきちんとつ詰めていく。 からじゃないとちょっときつい。ああ、だからそう。ベースとかもそう。まあ、ベースはなんか値段が上がるらしいけどね。値段が3倍になるらしいけど。だからみんな今ベース撤退してるけどね。結構ベースっていうのがあってあのー、あ<ー>知ってます。はい、うん、はい、うだからベースはねえっ、ー、と月,月額が3倍になっちゃってで。それでなんかあのみんなベース撤退してるんですけど。今 ベースはなんか今ちょっと危ない人が人離れが激しいから今だからベースは正直あんまり俺はお勧めしないですけどはいっていうねはい、はい、なのでまあいろいろちょっとその辺を調べていろいろ自分で練った上でなら相談できますで今の段階でっていう話になるとそれこそ あのー、もう僕が作る話になっちゃうんで <laughs> っていうね、はい、はいはいっていうことですかねはいで、ちなみに今まだあの作品はゼロですよねあはいゼロですそうですよねはい、っていうことですなのでまずはそこからですねまずはあの、イメージが全くできてなさすぎてえー、と、それこそね1から全部手取り足取りっていう話になっちゃうんではい っていうことすだまだちょっと,、はい、えとそこの相談に僕が乗るにはちょっとまだ早いかな段階としてはって感じですかねはいはいということでしたはいありがとうございますはいいいえ頑張ってください、うん、はいあのこ、はい、んな段階でちょっと l i を、うん、あの相談をしてしまって、うん、あのすみません <laughs> 全然いいっすよ全然問題ないっすよ 相談してみて、あこれはまだ相談する段階じゃないんだなってわかったじゃないですかだから別に全然問題ないですっていう感じですはい、はい、でしたはいはい、頑張ってくださいはい、あのえっとお母さんの匂いなんですけどはいあの、カレー冗談で言ってるから大丈夫です冗談で言ってます、<ー>こっちも、はい あ,あすみませんええー、お母さんのことカレーって思ってないです本当ははい大丈夫ですよあっ、えー、はいすいませんいいえ、ね、はい、はい、頑張ってくださいはい失礼しますはということでございましたズンズクズンズンズクズンズンズク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 ズズク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 ズズズクズズクズ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 クズクズク